シャロン・マリー・テートは、アメリカ合衆国の女優。映画監督ロマン・ポランスキーの妻で妊娠中だったが、1969年に、自宅で、友人たちと共に強信的なカルトシンジャラに刺され、26歳で、母子共に亡くなったことで知られる。代表作は、吸血鬼1964年、ジャジャウマオクマン長者のエピソード、ザ・ジャイアント・ジャック・ラビットより、マックス・ベア・ジュニア。 ナンシークループと共に、テキサス州ダラス出身。父親が軍人だったため、子供時代は世界各地を転々とする。高校生の頃にはイタリアに居住しており、現地で数本の映画にエキストラとして出演。その後 CM に出演したほか、モデルとしても活動した。ハリウッドに渡り、映画、秘境者の勲章などに、早くで登場。人気 TV シリーズ。 ジャジャウマオクマン長者でブレイクし、1966年のアイオブザデビルで本格的なスクリーンデビューを飾る。映画、吸血鬼で共演したのが縁で1968年1月20日に映画監督のロマンポランスキーと結婚した。同年にはブルースリー監修の下でアクションにトライしたサイレンサー第4弾、破壊舞台が公開。 ポランスキーとの第一子妊娠も分かり、知生活、女優としてのキャリアともに、順風満帆だったが、翌1969年8月9日、狂信的カルト指導者、チャールズ・マンソンの信奉者たちの一人、スーザン・アトキンスら3人組によって、一緒にいた他の3名の友人たちと、たまたま通りがかって、犯行グループに声をかけた1名と共に、ロサンゼルスの自宅で殺害された。 マンソンはシャロンの前にその家に住んでいたテリー・メルチャーがマンソンの音楽をメジャーデビューさせられなかったことを恨みに思っていた。当時シャロンは妊娠8ヶ月で襲撃を受けた際に子供だけでも助けてと哀願したというがそれがあだとなりアダトナリアとキンスラにナイフで計16箇所を刺されて残殺された。ポランスキーは生まれることなく 死んだ我が子にテイトと自らの父の名を取って、ポール・リチャードと名付け、テイトと共に埋葬した。事件の10年後、彼女の母親、ドリス・テイトは殺害犯が、カルト的信仰を得仮釈放の可能性が生じたことを嫌悪し、殺害犯の釈放反対運動に参加した。彼女の運動は、公の注目となり、州法修正システムへの批判は1982年の、 カリフォルニア集計法修正に結びついた。これらの修正で犯罪被害者とその家族が判決及び仮釈放審問において陳述を行うことが可能となった。彼女は新法の下娘の殺害犯、チャールズ・マンソンの仮釈放審問において陳述を行った最初の人物となった。テイ殺害実行犯の主犯スーザン・アトキンスは 1971年に死刑判決が下ったが、カリフォルニア州の死刑一時撤廃に伴い、マンソンらと共に終身刑に減刑され、2009年9月24日に同州の刑務所で脳腫瘍のため国中止。マンソンはその後も服役したが、2017年11月19日に死亡した。イギリス映画アイ・オブ・ザ・デビル。ありがとうございます。